2018年1月9日、今、外国人による土地買収、という、日本領土侵食が大規模に進行している。その主役は中国と韓国だ。外国人の土地買収自体は合法だが、自衛隊施設や在日米軍基地に隣接する土地が買収されるケースも多い。世界の多くの国では、外国人による土地所有を基本的に、不可、とするほか、認める場合も、地区を限定するなど厳しく制限している。それなのに、日本は野放し状態で、一度買われた土地を買い戻すのは困難だ。過疎や少子高齢化で人口減少が著しい地方や離島ほど、狙われやすい傾向がある。外国人による土地買収は、武器を持たない戦争、なのである。北海道、中国をはじめとする外国資本による広大な森林、農地、ゴルフ場などの不動産買収が進み、その規模は森林だけで東京ドーム515個分の2411ヘクタールに及ぶ。このままでは北海道全域が虫食い状態になる恐れがある。中国系企業が進出する釧路白糠工業団地では中国と関係があるとされる日本企業が発電施設建設の名目で 1.3 ヘクタールの土地を買収。白糠町の小中高では中国語文化の教育が盛ん。札幌市宮の森、高級マンションを手掛ける中国系不動産会社の親会社、海潤メディアグループが、同市内に大規模な撮影所建設を計画中。